鈴鹿ポイントゲッターズは、三重県鈴鹿市を本拠地とする日本フットボールリーグに所属するサッカークラブ、J リーグ加盟を目指すクラブの一つ。三重県名張市を拠点としていた三重 FC ランポーレと三重県鈴鹿市を拠点としていた鈴鹿クラブが合併して2009年に FC 鈴鹿ランポーレとして発足。名張時代の2006年から2015年まで、 用いていたクラブの愛称、乱歩レは、同志が生んだミステリー作家の江戸川乱歩に由来し、乱歩レ時代のエンブレムも、江戸川乱歩の代表作、怪人二十面相を、チームの象徴とし、変幻自在な動きで相手を翻弄するチームという、思いを込めたという。なお、救命賞、三重 FC 乱歩レのマーク、MIE は、三重県の、M、伊賀地方の、I、みんなで応援しよう。 誰でも参加できるという意味を込めて、英語のエブリワンとエブリバリーのい、e、いであった。2009年にホームタウンを、名張市から、鈴鹿市へ移転と同時にホームスタジアムも、上野運動公園競技場から、三重県営鈴鹿スポーツガーデンへと移った。法人名も、芝生のグラウンドを愛する会から、三重から、J リーグのチームを作る会に変更された。 2013年に J リーグ準加盟を申請をするが、継続審議となり準加盟資格は得られなかった。運営体制の変更に伴い商標検討の関係で、現在のクラブ名を使い続けることに将来的にリスクが生じる可能性があるとの理由から、2016年シーズンからのクラブ名変更を発表、2016年1月28日に新クラブ名を 鈴鹿アンリミテッド FC とすることが発表された。新エンブレムは、守備の強固さと地域への密着性の意味を持たせた縦の中央に、アンリミテッドのユーとミエの3をデザインしたもので、周囲にはチェッカーフラッグを模したリボンを配した。2020年1月、メディア事業とコンサルティング営業を展開し、ポイントサイト、アメフリを運営する M フロとの間で、 ネーミングスポンサー契約を締結し、あなたのポイントがクラブを強くするをキャッチコピーにファンサポーターが稼いだポイントがクラブの運営費に還元されるポイントサポータークラブとして運営することを明らかにする。同年2月1日にはクラブ名を鈴鹿ポイントゲッターズに変更、正方形の上下にチェッカー柄を置きながら中央に大きくポト、P。 G と G の工事2文字を配した新エンブレムを発表した。現在の運営法人は株式会社アンリミテッドで本田技研工業鈴鹿製作所近くの自動車部品、用品製造会社工場跡地にクラブ事務所とフットサルコートを構える。1980年3月に名張市を拠点に設立、1982年4月に三重県サッカー協会に加盟し、 1991年に三重県サッカーリーグ一部に昇格。2005年2月に前年の三重県一部で4位に入った沖つ FC アドミラルを母体に WSC ナバリアドミラルを創設運営組織として WSC ナバリフットボールサポートを設立 J リーグ加盟を目指すことを発表した。さらに2006年2月には MIE 乱ーレ FC に 名称変更2006年2月22日に公式ウェブサイト開設した。この年は三重県社会人選手権ベスト8三重県リーグ1部を2位でお願い41回東海社会人サッカートーナメント大会に進出。A ブロック優勝となって東海リーグ参戦が決定。同年11月1日には三重 FC 乱放レに名称変更する。 2008年5月21日、鈴鹿クラブと合併を発表。9月1日には、2009年シーズンから本拠地を鈴鹿スポーツガーデンに移し、FC 鈴鹿ランポーレに改名することを発表。また、クラブカラーもそれまでの濃紺、スカイブルー、オレンジから青と緑に変更された。2009年シーズンは、三重県社会人、サッカー選手権大会優勝。 東海リーグ2部を無敗で制止1部に昇格。2010年シーズン、2011年シーズンは、三重県社会人、サッカー選手権大会を連覇。2011年は、三重県サッカー選手権大会を制止、天皇杯初出場。1回戦で、中京大学にセリー活も、2回戦で、名古屋グランパス8に敗戦。2012年には、 サッカー単独競技から総合型地域スポーツクラブを目指すため法人名が三重鈴鹿スポーツクラブに改名された三重県社会人サッカー選手権大会を4連覇し三重県サッカー選手権も制して天皇杯に2年連続出場優勝また東海リーグ一部で初優勝し第36回地域決勝に初出場2013年シーズンは 三重県社会人、サッカー選手権大会で、ビアティンクアナに敗れて5連覇ならず、東海リーグも6位にとどまる。2014年シーズンは、三重県社会人、サッカー選手権大会で、ビアティンクアナに雪辱を果たすも、三重県サッカー選手権大会で、クアナに敗れて天皇杯出場ならず、東海リーグは2年ぶり2度目の優勝を果たすが、 第38回地域決勝は一時ラウンド敗退。この年限りで4シーズン監督を務めた高木成田が退任し、強化部長に就任した。2015年シーズンは開幕直前に全監督で、強化部長の高木成田がで退任したほか、取締役の西条和弘や、育成世代のコーチ陣が相次いで退団。白洲駅前センター商店街に構えていた。 クラブ事務所を退去するなど、経営環境が劇的に変化したことにより、選手補強に大きく影響。最終的にはこの年監督に就任した元ボールか、鹿児島監督の小沢光一の尽力である程度の戦力は整えたものの、三重県サッカー選手権でビアティン三重に敗れて、前者、天皇杯への出場を逃し、東海リーグもリーグ戦序盤の連敗などもあって、 FC カリアに勝ち点1及ばず連覇を逃し、JFL 昇格の目標は叶わなかった2016年シーズンは小沢光一と複数年契約を結んで体制の立て直しを図ったが、東海リーグで FC カリアとの直接対決の2敗が響きに三重県サッカー選手権大会でビアテン・ミエを下して4年ぶりに第96回天皇杯に出場。また、 第52回全国社会人サッカー選手権大会で準優勝して全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2016出場を決め1次ラウンドで3連勝して初の決勝ラウンド進出を果たした決勝ラウンドで初日の FC 今治戦に敗れるものの2日目は三菱自動車水島 FC に勝利し悲願の JFL 昇格に望みをつなぐ 最終日は、ビアティン・ミエとの同県対決で、勝った方が、JFL 昇格という、大一番となったが、このシーズンそれまで一度も敗れていなかった、ミエ相手に1の4と最後の最後で苦敗をなめる、結果となり、大会を3位で終え JFL 昇格を逃した。小沢大成3年目の2017年シーズンは、愛媛から GK 引き自由や、熊本から DEF 増加は、洋平。 サヌキから MF、藤田公平ら J リーグ経験者を複数獲得。前年に引き続きビアティン・ミエを下して、第97回天皇杯に出場、第53回全国社会人、サッカー選手権大会への出場権を確保し、東海リーグではアウェーで、カリアと引き分けるなど首位をキープしていたが、2017年9月24日の東海リーグ、 カリアとの直接対決に勝利もしくは引き分けでリーグ優勝という状況で敗れたことを受け、クラブは監督の小沢光一を解任、倉川陽平が監督代行を務めることとなった。その後、リーグ最終戦で勝利し3年ぶり3回目の優勝を決めた。また、第53回全国社会人サッカー選手権大会でも優勝を決めた。全国地域。 サッカーチャンピオンズリーグ2017はグループリーグ敗退となった。2018年シーズンは新監督にアルビレックス新潟レディース前監督で複数の J リーグ、JFL クラブでの監督経験のあるカ島シマ系玉を招兵。ビアティン・ミエから GK 高宮大輔、DEF、野口亮太、MF、小沢司、元京都の MF、和田敦則らを獲得。東海リーグで FC カリアとのマッチレースを得失点差なしで制し、2年連続4回目のリーグ制覇。第54回全国社会人、サッカー選手権大会は2回戦で敗退したものの、リーグ覇者として出場した全国地域。サッカーチャンピオンズリーグ2018では、1次ラウンドを2勝1分で突破すると、決勝ラウンドを2勝1敗で2位となり、JFL 昇格の権利を得た。 12月6日、JFL 理事会で第21回日本フットボールリーグへの入会が承認された。シーズン終了後、唐島が監督を退任した。2019年公認監督の選定は、女性監督で行くという方針の下サッカー女性監督というワードで Google 検索を行う段階からスタートした。その後多くのスポーツエージェント、 代理人への女性監督の調査依頼などを経た結果、最終的にスペイン人女性のミラグロス、マルティネス・ドミンギスに白羽の矢を立て、2019年1月9日に監督就任を発表した。なお、日本の全国リーグ所属の第一種男子チームに女性監督を起用するのは、史上初の事例となる。藤枝から GK 佐藤春、FW 遠藤純希、 FC 今治から DF、宮本和樹、MF、小野雄介らを完全遺跡で、岐阜から MF 全残回、山口から DF、田中隆次第を期限付き遺跡で獲得した。リーグでは攻撃的サッカーを展開、リーグで3番目に多い47失点が足を引っ張ったものの、昇格組みながら、リーグ4位の43得点を上げ、9勝9分12敗の12位で、 フィニッシュ、FWF ライン林太郎が18ゴールを挙げて、得点王に輝き、ベストイレブンにも選出された。2020年ミラグロス、マルティネス・ドミンゲス体制2年目。北九州から MF、紀藤隆史賞、熊本から MF 八久保早寺を獲得。リーグ戦では6勝3分6敗の5位となる。11月末、J リーグ100年構想クラブの申請を行った。 2021年2月25日に J リーグ100年構想クラブに認定された。7月にミラグロス・マルティネス・ドミンゲス監督が退任、小沢司コーチ兼テクニカルディレクターが暫定監督として指揮を取った後、三浦康俊氏が監督兼ジェネラルマネージャーとして就任。主催試合は三重交通 G スポーツの森鈴鹿サッカーラグビー場。 メイングラウンド及び AGF 鈴鹿陸上競技場で開催した。詳細は各期参照。本クラブは2020年10月28日、鈴鹿市住吉町にある県営鈴鹿青少年の森を候補地として J リーグ開催基準を充足したスタジアムを建設する構想を発表し、2022年9月完成を目指すとしている。これについて、 鈴鹿市議会も2020年12月定例議会で鈴鹿市長末松則子はサッカーを通してスポーツによる新たな街づくりを目指しチームの J リーグ入会に向けて積極的に支援したいとしてスタジアム建設に前向きな姿勢を示している2016年より鈴鹿市の象徴であるモータースポーツからチェッカーフラッグを採用しているありがとうございます